キリスト教美術史はキリスト教文化における美術の歴史である。本校ではローマカトリックやプロテスタント教会との関係の中での美術史を扱う。イタリアではゴシック美術は発達しなかった。絵画は自然描写や客観的表現に重点が置かれた。彫刻ではドナテロがダビデやマグダラのマリアのような表情豊かな人物像を作った。 1517年にマルティン・ルターにより始まった宗教改革によってドイツ人芸術家に影響を与えた。アルブレヒト・デューラーは1526年にニュルンベルクに4人の使徒と題する絵を送った。しかし、デューラーの弟子の3人は信仰の問題で追放された。マテアス・グリューネベルトは熱心なルター派の信者でイーゼンハイムの祭壇画でキリスト像を描いた。晩年に、 彼が使えた、数奇教のアルブレヒトは、1523年に、自分の肖像画をエラスムスとして描かせた。これはルターを激怒させた。ルターの友人のルーカス・クラナッハは1505年、イコーザク専攻に仕えて、ルター派の重要な画家になり、多くのルターの肖像画を描いた。カルバン派は、既存の壁画等が残されているカトリック教会堂を、改修して用いて、 礼拝に一体感を持たせた。オランダの改革派の画家たちは、プロテスタント美術の新しい方向性を示した。特に、レンブラント・ファンレインの、福音書記者マタイト・お使いと十字架を立てるが有名で、レンブラントの信仰が反映されている。カトリック教会が宗教改革に対抗して、運動を始めた。トリエント公会議をきっかけに、 建築や絵画が重要な位置を占めるようになった。県乱豪華で力強い教会道を誇り、競技の重要性を劇場的な絵画や彫刻で語った。1506年に着工されたローマのサンピエトロ大聖堂はその事情を反映している。ティツヤーノ・ベチェッリオの聖母飛翔典にはカトリック絵画の特徴が現れている。ミケランジェロ・ブオナローティのメーディチ・ケレハイドウの彫刻。 最後の審判の壁画などの作品は当時の芸術に影響を与え、美術史上は大きな貢献であるが、ローマカトリックの主流ではなかった。ありがとうございます。